はですね、1ヶ月点検ということで、無料なんですよね。1ヶ月点検と6ヶ月点検っていうのは、サービスの方で無料になっております。今日はね、ガソリンエンジンとこの電気自動車、一体点検の差は何なんだということで、見てみようと思います。もう実は点検の方終わりまして、何やってもらったんでしたっけ？これですか？これです。低速加速の状態、低速が加速の状態って、普通に乗っただけです。乗ったら動いてます、はい、それだけです。あ、乗ったら動いてます、加速してます、それだけです。 あとブレーキの効き、通常止まればいい、はい、普通に止まる。でブレーキの配管漏れとかなければ下にブレーキオイル溜まってるんで。あ、そうか、じゃあこれをギュッと上げたわけじゃないんですね。ではないですね。上げるのは1年点検。あ、1年点検の時上げるんですね。これ底面ってなんかめっちゃ真っ平らでしたね。みんな見れますよ。あ、見れます、うん、あ、ちょっと上げてます。いいですか、ちょっと電源の、はい、はい、これが 100% 電気自動車ホンダ E の1ヶ月点検の表ですね。いや、なんもねえわ。っていうかね、普通のね、ガソリン車も1ヶ月点検はほとんどないですよね。あれなんですね、ガソリン車の方には水素供給装置のなんか項目がありますね。違いで言えば、原動機の転換時期と、燃料漏れのチェック項目がないですね。ブレーキの違いはパーキングブレーキ、レバーの踏みしろという項目がないですよね。まあ、これは電子パーキングの車だったらこの項目はないかもしれないですね。で、こちらが6ヶ月点検のホンダ E の点検表ですね。まあ、半年目となると項目がこのように増えます。ガソリン車はエンジンオイルの量とかオイルメーターベルトのチェックの表がありますよね。クラッチペダルのチェック項目がありますよね。そっか、マニュアル車はこの項目が増えるんですよね。電気自動車のホンダ E はクラッチがないですよね。あ、これ実は初めて開けます。あ、そうなんですか。おお、これ結構ごちゃごちゃ入ってますよね、うんうんうん、これも何が入ってんねんって感じですけど、あ、ここに水を入れてくれるんですね、うん、ですね、サービス。ここがウォッシャー液なんですね、まあ、これもほとんど使ってないですけど、うん、これも何が入ってるんでしょうね、これ、うん、この電動モーターと電動モーターの回路を冷やすクーラントと、はい、でブレーキのモーター、ブレーキのアクチュエーターとか、ね、アクチュエーター、これがそうなんですか、うん、へえ、そうですね。これ電気自動車なのにバッテリーがついて、普通のバッテリーやっぱいるんですよね。指導用やと思うんですけど、裏こんな感じ。あ、こういうところにリチウムイオンバッテリーの廃棄処分についてとか書いてある。廃棄処分ね、まだ廃棄処分したくないけど。ダンパーがついてたんですね。はい、お願いします。いや、かっこいいね。あ、これ下どうなってんのかな。うわー、真っ平ら。いや、当たり前ですけど、マフラーがないですよね。当たり前ですけど、ホンダ E こんな下から見るの初めて。タイヤの前にあのゴムがついてる。下いいですか。はい、これ初めて見ますか。初めて見た。すごいですね、こんな。うわー、こんなんなってるんや。あ、これアルミや。すごい軽量かも。これハンドルめっちゃ切れますんでね。サブランカもアルミだし。こういうところも普通は鉄なんですか。そうはね。へえ。やっぱ軽量化、まあ、バッテリーが重たいんでね、その分ちょっとでも稼いでるんでしょう ね。楽しい。こんなんなってんの下。ここがバッテリーやな。ほとんどバッテリー。いや、本来この辺にマフラーがねあるはずなんですけど、うわ、なんかなんやろ、なんか冷やすやつがついてる。あ、これが、え、これドライブシャフトですか。うん、結構細いんですね、ドライブシャフト。こっちも見比べてもらった。ちなみにこちらタイプ R、 ちょっとタイプ R もそこ見せてもらおう。タイプ R はフロント駆動なんでドライブシャフトこんな感じなんですね。すごい。ほら、後ろマフラーありますよね。普通の車はこんな感じです。っていうかすごいな、タイプ R、 3本だし。リアはこんな感じか。で、ホンダ E ね。いやー、初めて見ました。
すごい。ということはここドライブシャフトなんで、もうこの辺にモーターがあるという感じなんですね。すごいコンパクトにできてる。はい、というわけでね、今日は、ホンダ E1 ヶ月点検来ました。こんな感じで私ホンダ E を、よく動画の方を出しておりますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで電気自動車、1ヶ月点検してみたでした。じゃあね、バーイ。まだ切るんですか？まだ封切るんですか？ちょっと本題高くない？いよいよ会えるかな。お、来た。おー、もう充電してる。もう終わってます。いい色やな。この色にしよかったな。はじめまして。はじめまして。ホンダパーソナルアシスタントです。これはかっこいい。OK ホンダ。鎌倉ラーメンまで案内して。鎌倉じゃないの。おはよう。